端末機器販売、基本的にです、ね、2月一日から、二月からですね、えー、0円以下の販売となるようなものは、でいきた NTT ドコモの加藤薫社長は、携帯電話端末の0円以下の販売を2月から自粛する方針を総務省に報告したことを明らかにしました。携帯電話端末の販売をめぐっては、 実質ゼロ円以下になるような行き過ぎたキャッシュバックや大幅な値引きを是正するよう、総務省から要請を受けていたことに対応したものです。また、同時にデータ使用量が少ない利用者向けの新たな料金プランも発表しました。